passion to come aboard. ウォッチモチジャパンへようこそ。今回はゲームオブスローンズのキャストのその後をご紹介します。 Now Paula, I'm the serial killer。このランキングでは壮大なファンタジーシリーズのキャストがその後何をしているのかを見ていきましょう。あなたのお気に入りのキャストはランク入りしていましたか？コメントで教えてください。第10位、メイジー・ウィリアムズ。 Your name is? Arya。 12歳でアリア・スタークとしての道を歩み始めたメイジー・ウィリアムズ。シリーズを通して彼女の成長を見守ったと言っても過言ではありません。アリアが経験したことを考えると年齢より成熟だったのも納得がいきますよね。シリーズ終了時、ウィリアムズは20代前半でした。 Where you going?What's west of Westeros? ニューミュータントの公開は当初2018年でしたが、延期に次ぐ延期となったため、ウルフズベイン役のウィリアムズを見られるのにはあと少しかかりそう。キラリと光る演技に期待です。 I killed you. And like Christ, I rise again. Stay away from me! またホラーグラフィックノベルを映画化した The Owners、 セックスピストルズの伝説を描くドラマ Pistol、復讐劇 Two Weeks to Live など様々な作品にも出演しています。第9位、レナ・ヘディ。300やターミネーターで知られるレナ・ヘディ。ゲームオブスローンズ以前が全くの無名だったとは言いませんが、サーセイ・バラシオンが彼女を有名にしたことは間違いないでしょう。 Order your man to step aside or there will be violence.いつもマウンテンを守っていたサーセイがアクションスリラーガンパウダーミルクシェイクでは母親であり、暗殺者のスカーレットを演じています。 You think you have a chance here? I have an army. Oh yeah? Well, I've got my mom. また DC 頑張れスーパーベッドのカルエルの母親ララの声でもおなじみです。父親ジョエルの声をニコライ・コスター・ワールドが担当しなかったのは少し残念ですがね。スリラー映画「ヴァイオレット」で監督デビューも果たした彼女に今後も期待です。 There isn't a day that goes by I don't regret pulling that trigger. But back then I couldn't help myself. 第8位、グエンドリン・クリスティ。 Your Majesty?演劇界では名を知られていたグエンドリン・クリスティ。しかしゲームオブスローンズ以前はほんの数回マイナーな作品に出演したことがあるだけでした。 You're the wrong one to watch over her. And that's what you're doing? Watching over her? Aye, that's what I'm doing. しかしターンのブリエンドを見事に演じ切り、一躍脚光を浴びることになります。 You can't use that, my lady. It's too small. I won't cut you. Don't worry.I'll try not to. スター・ウォーズ続編3部作ではキャプテン・ファズマを、ハンガー・ゲーム最終作ではライム司令官を演じるなど活躍の場を広げています。エミー賞にノミネートされスローンズを締めくくったクリスティ。ネットフリックスのサンドマンではルシファー・モーニングスターを演じていますが、コミックに忠実でありながらもキャラクターに新鮮な視点をもたらしていると高い評価を受けているようです。 The generals demand action. Do they? Then I shall act.第7位、エミリア・クラーク。 Shall we begin? ターミネーターやスター・ウォーズシリーズでおなじみのエミリア・クラーク。ドラゴンの母を演じたことで有名ですが、シリーズに別れを告げてからも多忙を極めています。大ヒットしたロマンティックコメディラスト・クリスマスに出演したり、今後は長編アニメ天才ネコモーリスとその仲間たちや電気映画マッカーシー、そしてシークレットインベンションなどが控えているようです。 You'll have to find out the rest yourself. マーベルといえば彼女が共同執筆したコミック MOM マザーオブマートネスも有名。ウエストエンドにもその才能を発揮し、2020年戯曲カモメでニーナ役を演じています。
コロナのため一旦上演の幕を閉じましたが、2022年に再公演が行われました。 I feel like we weren't meant to do the play in 2020. We were meant to do the play now. It just feels right. 第6位、リチャード・マッデン。エピソードキャスタミアの雨でロブスターク役を降板したリチャードですが、それ以降も様々な作品に出演しています。 We'll lose the war and die the way father died. Or worse. 北の王から今度は実写版映画シンデレラでは王子役に変身です。 There you are, your heart. It's Kit! 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 I'm Kit! I'm on my way! 映画の合間にはウエストエンドの舞台でロミオを、またテレビではボディーガード、守るべきものの主役を演じるなど活躍の場を広げています。You don't have to do this. You can change your mind. Don't do that, please. Don't do that. Don't move. Stay still, please. Just stay still, please. エルトン・ジョンの伝記映画ロケットマンでは音楽マネージャーのジョン・リードを、また1917命をかけた伝令では小さいながらも重要な役を演じるなど、2019年は活躍が目立った年だったと言えるでしょう。 Do you know what I should have sucked you when you left me? I am glad I left you. It means I can maintain some objectivity in your self-indulgent myopic little world. Get in the studio, make some music or don't. I don't care.ゲームオブスローンズ後の最大の役はマーベル映画エターナルズのイカリス役だったことは間違いないでしょう。 I wish Ajak hadn't chosen you. 第5位、ローズ・レスリー。野人の女戦士イーグリットを演じたローズ・レスリー。 Would you please shut up? Would you please shut up? ローズ・レスリーとキット・ハリントンを演じる両者はまさに理想の恋愛関係。そんな彼女は刑事ジョン・ルーサーシリーズ4で主人公の犯罪解決者と共に働く新人の刑事部長エマ・レーンを、またグッド・ホワイトの最初3シーズンでは司法試験を受けても法曹界の予測不可能な性質に対応できない若いアソシエイトメイヤ・リンデルなど数々の大役を演じています。 I've spent too long as a little girl. I like you being a little girlHBO で映画化された君が僕を見つけた日では主演女優に抜擢され、同年のナイル殺人事件では豪華キャストと共に主演を務めました。 Forgive me, sir. If I had come outside my cabin to smoke, I might have seen her killer enter or leave her cabin. 第4位、ピーター・ディンクレイジ。すでに十分なキャリアがあったピーターですが、主要人物の一人を演じエミー賞を受賞するなど、この作品がきっかけで人気のある俳優になったことは否めません。I'm guilty of being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. マーベルの超大作や有力候補作に出演するなど、時代を代表するスターの一人、ピーター・ディンクレイジ。You're about to take the full force of a star. It'll kill you. Only if I die. Yes.That's what killing you means. 小さな体格を生かして数多くの作品へ出演してきた彼。パーフェクトケアでは裏社会の大物ローマンを演じています。They are tearing apart your office, your home, and if they do not find what they're looking for, I will tear you apart until you tell me where they are.舞台ミュージカルを元とした映画シラノでは古典的なキャラクターをユニークに表現。また彼の歌の才能にも注目です。 Have you ever wanted something so badly you cannot breathe? これからもきっと喜びと感動を与えてくれることでしょう。 Did we win? We wouldn't be having this conversation if we didn't. 第3位、ジェイソン・モモア。圧倒的な存在感を放っていたのはジェイソン・モモア演じるカール・ドラゴ。 A crown for king. 2011年にリブートされたコナン・ザ・グレイドでもその圧倒的な存在感。 A feast for my sword.この映画は続編を生み出すまでには至りませんでしたが、 DC Extended Universe では最初のソロ作品アクアマンを演じ、10億ドルを超える興行収入を記録します。
素晴らしい映画を作るのには大勢の人が必要なのは確かですが、彼のカリスマ性なしにアクアマンは成立しなかったと言ってもいいでしょう。デューン砂の惑星のダンカン・アイダホ役やシーのババボス役なども必見です。またワイルドスピードシリーズに仲間入りすることも報じられています。 Damn. Yeah, this is gonna be a good one. 第2位、ソフィー・ターナー。 Bring me his head. サンサ・スタークを演じたソフィー・ターナー、実生活ではジョー・ジョナスに真の王を見出したようです。サンサが北の女王に即位した一方、ソフィーとジョナスは二人の娘をこの世に送り出します。夫のミュージックビデオにも登場したり、パンデミック時にはターナーがウェストリーに、ジョナスがバターカップ姫に扮したプリンセスブライドストーリーのパロディを披露したりしています。But what about the ROUSs? The huge rodents? I don't think we're going to have a problem with them. Oh shit! 二人が一緒にいるところを見るのは大好きですが、常に抱き合わせ販売というわけではありません。X-Men Apocalypse や X-Men Dark Phoenix、また HBO のザ・スティアケースでは、マイケル・ピーターソンの娘の一人、マーガレット・ラトリフ役を公演しています。Hey, Dad. You guys unwrapped presents yet? No, not yet. They're not going to do it themselves.I know, it's not the same without you. 1位の発表の前に惜しくもランク外になった人をご紹介します。ナタリー・エマニュエル、ファースト X でジェイソン・モモアと共演。 Oh no! Hey, that was not my fault! ニコライ・コスターワルド、氷が全てを隔ててもに出演。 Greenland is won. The USA has no claim hereDenmark will thank you one day, Ivar. It's time to celebrate. ジョン・ブラッドリー、サムエル・ターリーは月へ直行したようです。What is this? Am I still alive? We scanned your consciousness. You're part of the moon now. アルフィー・アレン、異なる種類の戦争に参加したシオン・グレイ・ジョイ。Did you see one? A jewel?I'm not sure I'd be able to tell if I did. Yeah, me neither. Without the funny hats, it's damn near impossible. Someone should write a book on the subject. It would make things so much easier. アイザック・ヘンプステッド・ライト、航海に出たブラン・スターク、今回カラスは必要ないようです。Was anyone watching the monitor? Yes. We didn't see anything. I did. And? What'd you see? It looked like a force jumping into him.1位のご紹介の前に、最新動画をお見逃しのないようチャンネル登録をお忘れなく。更新ごとに通知を受けるかどうかの設定は変更可能です。スマートフォンでご視聴の際は設定画面で通知をオンにしてください。第1位、キット・ハリントン。リチャード・マッテンと比べるとエターナルズでのキット・ハリントンの役どころはかなり小さかったかも。モスミヒ・ロクロ、しかしハリントンを演じるデイン・ホイットマン、ブラックナイトには大きな展開、例えばエボニー・ブレイドとの強力なつながりなどが待ち受けているかもしれません。彼はまたモダン・ラブやフレンズ・ザ・リユニオンにも出演しています。 But I know I'm part of the Geller family. I'm incredibly anal. I'm neurotic as hell. And I wear overly tight trousers.メリル・ストリープやフォレスト・ビテカーなどのキャストとともに、アップルのアンソロジーシリーズ「エクストラポレーションズ」への出演も控えているハリントン。またジョン・スノーのスピンオフ作品も企画中だとも伝えられています。 If I do, if I fall, don't bring me back. 鉄の玉座を望んでいなかったジョンですが、真の王との冒険に期待。いかがでしたか？ウォッチモジョジャパンの他の動画もぜひチェックしてみてください。最新動画を見逃すことのないよう通知設定を忘れずに。